ヤクルトの場合は川崎かなと思ったんですけどもね。ですね。それぞれね、いろいろこう思惑がね、もうね、ただね、今こうブルペンでねピッチングやってませんけども、はい、いつでも牧原がね、来るぞというね、はい、とこは一気にね、ここでヤクルトを叩いて、浮上するんだという気でおるんじゃないですかね。今日は大方の予想ですと逆転勝ちのジャイアンツ、ゲーム差を3としております。4点を先行しました。達川さん、はい、木田の方はですね、はい、まあ、今ピッチングはまだ行っておりませんけれども、ここまでどうご覧になってますか？最初つけてますね。それとね、はい、今までは左膝がね、非常に不安定な投げ方してたんですけどね。今日は原、ツーベースヒットを1本払っております。そして6番にブラントリーが入っております。ジャイアンツのオーダーです。入団以来12年連続で20ホーマー以上を記録しております。しかし今シーズンはここまでホームラン数は5本です。インコースを攻めます。